昨日も夜配信してたから一日ぶりのイエーイ。今日はメイクしてます、珍しくメイクをしてます。メイクしてる方が珍しいという、ね、すっぴんの方が多いっていうね。いやー本当だね、明日で 1年終わっちゃう信じられない。今日が30日っていう自覚ないです、私もうね、舐めてる、うん、自覚ないです。全然年末だと思って過ごしてないですね。こりゃいかんこりゃいかんです。初詣行きたいよ、行く、絶対行くよ、行く何時まで配信しようかな、9時半くらいまでって思ってたけどちょっと配信遅れたから40分くらいまでしてるかもしれないです。いい、あ、太宰府ね、どこに、太宰府天満宮行きたいです。でもちょっと前に行ったんだよね、1年、今年も1年ありがとうございましたって言いに大掃除しようと思ったけどテレビ三昧だった。わかる、私も全然片付け進んでない。今日やる、夜ちょっとやる、そして明日の朝。ふむね餅美味しい。初詣何食べようかな、屋台いっぱい出るから。毎年絶対栗を買うんですよ、家族で。なんだろう、何買うかな、毎回。あのね、なんだ、イカ焼きとか私めっちゃ惹かれる初詣で屋台が並んでてイカ焼き絶対食べたくなっちゃう。イカ焼き食べたい。あとなんだろう、何買ってんの、箸巻きも食べたくなっちゃう。そう、美味しいものいっぱい食べたいですね。楽しみ、それがとても楽しみ。美味しい屋台、うん、食べ物を食べるのが、今年はおみくじいい結果が出ることになってます。去年どうだったか全然覚えてないけどね、去年、今年か。うん、楽しみ、いっぱいおいしいもの食べるぞ、おいしいもの食べるぞ。今日は柿を食べてきた。柿小屋に行って、柿大量食いした。美味しかった。うわ、アワビも食べたいと思ったけど食べなかった。ホタテとか
カとかいろいろ食べた。美味しかったです。幸せな一日でした。今日はそうお昼は柿を食べて、夜はとんかつを食べました。美味しいものをいっぱい食べましたね、今日一日で。最高。海鮮とお肉を楽しんだ一日でした。うん。いろいろ食べがち。それな。明日はおせち。おせちを。作らなきゃですね。眠たい。今日は割と早起きだったから。昨日もめっちゃ寝るの遅かった。何時に寝たか覚えてないけど、今日は8時に起きたから眠たいですね。早いでしょう。早起きでした。8時くらいに起きた。なので今日こそは早く寝るのです。よく聞いてたことを私また言うてますね、毎日のように。今日は早く寝るんだって。寝るの遅くなりがち、夜更かししがちだから。もうね、ずーっと私の口癖です。今日はもう早く寝る。もう今日こそは早く寝るから。って日々の繰り返しなのです。人生とは。繰り返しで行くのも、行くものなのです。なんだかね、毎日今日は早く寝るんだと思うんだけど、結局なんか寝るの遅くなっちゃうんですよね。この現象に名前をつけてください。ただの夜更かし人間です。早く、まあ理想は日付が回る前に寝たいんだけど、もうほぼ朝みたいな時間にいつも寝るんですよ。よかないよかない。ダメでござんす。うん、柿20個は余裕です。すごいね。あ、大晦日は夜更かししちゃうんですよ。それはもちろんそうですよ。夜更かししよう、みんなで。明日朝早く起きたい。だって今年のいっちゃん最後だもん。今年のラストのデイですよ。
うん、早起きをして一日噛み締めながら過ごしていきたい。まあそれはね、365日一年中毎日噛み締めながら生きておりますけども、明日は何といっても特別な、まあ、毎日が特別ではあるんですけども、最後ってやっぱり特別じゃないですか。最後の日を、2023年ラストを華麗に終えたいので。え、明日31日、現実が受け入れられない、現実が受け入れられない、全部カタカナ、現実が受け入れられない待ってくれ、明日が31日だなんて、それは嘘に決まってる。でも現実なんで、あ、まあ現実を受け止めて、はい、そう、毎日が特別なんだよ。来年の抱負何がいいと思う来年の抱負何がいいと思うっていう人いないよね。なんだろう、何がいいと思いますかね。うん、楽しく生きる楽しく生きる、そうですね、去年は何て言ってたかな、2023年の目標、同じようなこと言ってた気がしますね。ああ、早寝早起きとか言ってたかも。早寝早起き、朝ごはんそう、毎日を楽しく健康に生きることが目標ですかね。うん、そうですね、髪を伸ばす、うん、あとは、なんだろうな、車の運転がもうちょっとできるようになる。え、待って、これかわいい、年越しそばじゃんこれかわいい、なんじゃこりゃ。そう、年越しそば食べたいですね話それた年越しそば美味しいですよね。そば私ね大好きなんですよ福岡発祥の年越しそば、あとは来年の目標は友達を増やすかな。お蕎麦打てるようになる、めっちゃいいじゃん。エビ天大事、一番は、あ、まあ一番、2020年の目標は毎日楽しく健康に生きることと早寝早起きすることと、いっぱいご飯を食べることと、いっぱい踊ることと、友達を増やすこと友達減った、友達は増えたの最近。最近本当自分でも自覚があるくらい性格が明るくなってコミュ力が上がったんですよ。友達にもすごい明るくなったって言われて、今まで初対面の人とかと話すのすごい苦手で、頑張って頑張って、なんだろう、上辺みたいな、そっからもうめちゃくちゃ心を開くまでに時間かかるタイプだったんだけど、そう、明るくなったらしい。
いっぱい踊る踊る。健康診断、そうですね、行かなきゃです。健康だ、健康が大事一番。ポジティブに生きる、毎日ポジティブ大事。目標いっぱいですね、一個に決めらんない多すぎて一個に決めらんないけど、まあ、楽しく健康に過ごすことが一番ですかね。健康大事、元気が一番。2024年も今までで一番楽しい一年にしたいですね。人生で一番。また更新したいですね。日々人生で一番いい一年だったを更新し続けてるんだけど、来年もそうなるといいなって思いますね。いやー、今年の一年すごい楽しかったですね、本当に年末っぽいあれになりましたけども、21年間で今までで一番楽しい1年になりました。いい1年だった、本当に。イエイ。うん、怒涛の1年間でございました。明日は何時に配信しよっかな。今からお部屋の大掃除をしたいと思います。配信しよっかな、それとも年越しそばを食べようと思うので見ててください。配信しよっかな、どうしよっかな。今日今年最後の一日も朝からメイクアウトをしながら配信してるかな、悩みますけど。やっぱ年末なのでお餅を食べながら配信したいと思います。配信しようかな。これが砂糖醤油、これが、きな粉、これがおろしポン酢お餅配信うん、お雑煮もぜんざいも絶対にいっぱい食べるんだから、私はこの年越し年末年始で。いやー、もうクリスマスもあっという間に終わっちゃったし、年末年始もひゃって終わっちゃうんだろうなひゃって一瞬で過ぎ去りそう。うん、あ、習字いいですね。なんだっけ、書きたいと思います。今年の抱負を、2024年の抱負を書きたいと思います。いいですね、書き初めお餅100個食べるんだから。私習字下手ですよ。習字習いたかったの。習字下手ってなんだろう。
下手ではないかな。でも やってなく、あの習字教室とか行ってなかった人だから。書道のあのね、書く時間がすごい、ね、苦手だったんですよ私。几帳面すぎて、うまく書けないと、あのお手本を絶対横に置くじゃないですか、習字するとき書くときって。あれでお手本とちょっとでも違うところがあったらうわーってなる、すんごい性格だったんです。だからそのなんだっけ、そううわーって毎回なってた。なんかお母さんとかあのおばあちゃんとかもみんな習字ができる人なんですよ。だから毎回教えてもらうんだけど、夏休みの宿題とかで習字の宿題が出た、こうやって隣にいてこうやって教えてもらいながら書くんだけど、ちょっとでもあ、ここなんか長さが足りないとか言うと、で毎回なってて、それ通りに全部揃えたいみたいな性格だったんですよ。完璧し、そういうタイプだった。だから前がでなって、逆にうまく書けたらしうわーってなってたんだけど、そうそう、習字やってたかったな。でもめちゃくちゃ字が汚いわけではない人もから、よかったです、よかったよかった。わかる、リモコンとかずれてんのわかる。まずなんかテーブルにテレビのリモコンがこうやって2つ置いてあって、1つがピュンってずれてたら目に入ったらザザザっていってジュって揃えたくなっちゃう。ちょちょちょよしよしって、やだなあ本当に。直したいです、気になっちゃうんですよね、なんか揃えないとなんか怒っちゃいそうって。面白い、細かい人だよね、すごいよね、気になっちゃうタイプなんですよ。直したいんだけどすごい無理なんだよ。なんかね、髪が伸びてきた気がする最近鏡見て、あれ髪伸びたくないって、ね、一人で思ってた。順調順調、黒髪ロングへの道順調です。掃除頑張んなきゃ、片付け頑張んなきゃ、今日は下で終わらせないといけない。頑張ります。伸びるのね早いですよね。そうなんだよ、嬉しい嬉しい。今日は N ちゃんの誕生日、12月生まれ多いよね、おめたん、うん、
そう、今年のうちに終わらせなきゃ、片付けちゃんと。いや、お部屋は綺麗なんだよね、私。お部屋は綺麗なんだけど、その片付けなきゃいけないものが多いんですよ。そう、ちょっと模様替えとかねしちゃおうかなと思って、うん、年末なんで一旦見直して片付けようと思います、するっていうのをもうここね1週間2週間くらいね言ってるんですよね、ずっとずっと言ってるの、本当にね。何ですかこれは。私はやる気になるまで時間がかかるタイプです、本当にもう困ったもんですよ。まあでもね、さすがに今日明日で終わらせる。このショールームの画面めちゃくちゃ肌綺麗に見える。でも今めちゃくちゃお肌の治安がいいんだけど、そう一旦やり始めたらね、もうスイッチ入っちゃってね、どこまでもやってしまうんだけど、それまでが長いんですよね。そういうもんだよね。うんうん。昨日かけてたメガネがここにまだ置いてありました。あれ昨日となんか変わんない配信画面、同じ景色、服の色が違う。髪がちゃ色くなってきた、うわー、やだよ。メガネかけたら頭良さそうに見えませんか。頭良さそうに見えるでしょ。目はめちゃくちゃいいです、視力めちゃくちゃいいです。レコード大賞が合ってる。メガネ似合う？やった、もっとつけよう。保健室の先生、先生っぽい。確かにこれはサングラス UV カット、人は全く入っておりません。でもこれすごい、どこで買ったんだろうか、すごい昔に買った気がする。これが一番かわいい。ではいいです、よかったです。そろそろ30分になるから
配信始めて30分になるので終わろうかしら。本日もありがとうございました。いや、ついに明日はですね、今年も最後の日になりますが、一日をかみしめて過ごしたいと思います。あ、まあね、今年もありがとうございましたっていうのは明日ね言いたいので、今日も言わないようにしてみますけど今日も一日お疲れ様でした。明日もうね、どっかで配信してると思うので暇だったら見てください。うん、ありがとうございました。じゃあ今日も一日お疲れさんでござんす。イエイ、おやすみ、バイビー、ありがとうございました。バイバーイ。